ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル R お前ブチャラティのチームの新人だなやるしかないなるほどね。確かに噂通り優秀なやつだった2、P、立ってしまった者たちから受け継いだ者は さらに先に進めなくてはならないどうした来いよまずは頭だチームの頭を切り飛ばすワンピー,ー終わりだブチャラティお前もお前のチームもなピー,ーこんな世界とはいえ 俺は自分の信じられる道を歩いていたい。試してみるかお前のスタンドが俺に通用するかどうか。なめてんじゃねえぞワンピー残念だったな。鉛玉じゃ俺は倒せない。ーピー実力から言って。 次の幹部は俺かな偵察ってのは気づかれないようにやるものだぞ、ナランチャ。ナめやがって口ンピン口ほどにもない。舐めていたのはお前の方だ。トゥーピーウィンチジタバタしやがってやるしかない。 今からだとおそらく逃げられないパープルヘイズ厄介なスタンドだが確実に仕留めるワンピーワ急にぶチ切れるとはな凶暴なのはスタンドだけじゃないらしい無要なやつは不要なのがこの世界の起きてついに見つけたぞ ボスの娘。私はびくついて逃げたりなんかしない。One pill, あと少しだ。必ず暴いてやる。ボスの正体を。Two pill, w i アリーベゼルチ。ぶっ殺す。そんな言葉は必要ねえんだ。わかるかペッシー。俺の言ってることを。 <え>ペッシープロシュートの言う通りだなぜ必要ないか今から教えてやる俺が敵なら死んでいたぞペッシープロシュートの言うことをよく聞いてマンモーニを卒業するんだなぶっ殺すと心の中で思ったなら その時すでに行動は終わっているんだもしもし聞いてんのかああ聞こえているブチャラティたちを追ってベネツィアに行くのだろうこの先、失敗は死を意味することになるお前はもう少し落ち着いた方がいい 私低温は静止の世界だ低温世界で動ける物質は何もなくなるすべてを止められる確信したお前こそが俺たちが探し求めていたものだ絶対に逃がさない長かっただが 恐怖に首輪をつけられるのはこれで終わりだ。トゥーピーウェルヘヘへどうしたかかってこいよそれともビビってんのかただのバカかそれとも誘われているのかワンピー なんて狡猾なやつだ迂闊に近づいていたら危なかった「トゥー,ー順調になりすぎるだけじゃ勝負には勝てねえんだぜ」そのスタンドはお前もボスの部下なのか邪魔をするな。ボスの娘を手に入れるのは俺たちだ。 ワンピーンサレマネごときに、俺のメタリカが倒せるわけがないだろう。急ゥなピーオボスの娘は、すぐ近くにいるはずだ。次にお前は、まるで一般人の小僧だな。というまるで一般人の小僧だな。 カミソリでもハサミでも貸してやる。その頭、すぐにでも貸さばいた方がいい。今、俺のこの頭のことなんつったプロシュートファ<っ>ーストアクやばい援護しろギアッチョファ<ッ>ーストアメタリカ に来てば、ボスの娘はすぐ近くにいるはずだ。